はい、どうもこんにちは、スゴロクです。それではスプラトゥーン2実況プレイやっていこうと思います。はい、今回はですね、前回に引き続きフェスなんですが、前回がね、サンリオの、可愛いキャラ決定戦の1回戦上げさせてもらいました。で、2回戦は動画が撮れてませんでした。ということで、ね、今回はもういきなり決勝でございます。決勝のカードはハローキティ VS マイメロディとなっております。です。ということでね、こちら白インク戻ってまいりました。やっぱいいよね、白インク。2回戦のね、黄色対ピンクはね、一応あるからね、組み合わせとしても。で、今回ね、まあ、ミステリーゾーン散歩していくんですが、こちらミステリーゾーン、1回戦と2回戦はね、過去のミステリーゾーンのリメイク作品だったんですけど、リメイク作品っていうかね、回収版ステージだったんですけど、今回は新ステージとなっております。今ちょっとやっちゃったんですけど、これ動きます。どうやらの、あの、なんか天秤になってるみたいで、ここのでかい自陣側のでかい台と相手側のでかい台が天秤になってるらしくて、こっち登ると下がります。その代わり向こうが上がってるとかな、見えるかな。だから今降りると向こうは下がるって感じですね。で、ここの2つもその仕組みになっております。でも壁に潜伏した時点で下がり始めます。これなかなかまあ面白いんだよね。うん。で、他の場所にこう広くと戦いやすくなっているのでね、まあ、なかなか面白いステージなんじゃないかなと思います。それでは、早速ね、フェスやっていきましょう。さあ、行きましょう。いきなりミステリーゾーンでございますね。でね、いつもはフェス始まってすぐ動画撮ったんですけど、お、バランスいいね。ありった、デュアル。今回はね、ちょっともうやってやりまして、永遠はね、もう行ってやります。ちょっとね、撮影のね、都合上先にやらせてもらいました。で、この後もね、ちょっと別で用事があってあんまり撮る時間ないから、ここでサクッと勝ってね、終わらせたいね。よいしょ。こっち側来たの初めてかも。散々やっといてあれだけど。さあ、そしたらまず打っとくか。なんかね、自陣で行く感じなんだよ、個人的に。しょっぱな突っ込むよりは。ただ、アーマーもらっちゃってんな。あんまり相手もまだガツガツ来てないな。見られてる。よっ、何？よし、やり。からの後ろ。ボール。ダメージ入れた。ナイス、アシストまだいい。からのよ、からのよ。ロボコもここで起爆させよう。めちゃくちゃあるんだよね。いや、でも押してるね。このままキープし続けたいよ。ちょっと潜伏ポイントがよくわかんないけど、ここは。あ、見てない。さあ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 、雨が降るよね。よいしょ。ほい、よし。お、びっくりした。あ、味方か、びっくりした。あ、待て待て待て。そう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 、上登って、ほい。あ、当たらなかったか。これはさ、結構荒らしていいんじゃないの。う、なに。え、すげえ、着地後のすぐを狩られたのか、すごいな。飛びたいよ。大丈夫かな。あー、つけ、逃げた、つけ、逃げた、多分大丈夫。一応、色つけて、ほっ、なんなかった。まず、爆発させていきましょう。なんか来てんな。もう見た。いや、あれはやれるでしょ。危ねえ、危ねえ、気づいてよかった。待って、やばい、デュアルトリッターはきつい。一回引こう。あぶねえ。からのよ。飛べるかな。そこの隙間が飛べるでしょ。そっちね。あの部屋しか。ちょいやめよし、聞いてる。ナイス、アーマ。いや、アーマついてる。そこ。よし、ギリギリ。ギリギリ。からのリッター。リッターきついよ。でもまあ、塗りはキープしている。オッケー、ラスト発動してるんで、塗り優先でいきましょう。やられている。塗り優先といいつもだよね、これは。ここ塗られ返されたらやばいんで。よし。ふいっ、よし。ほっ。いいね。最後、フロー。ほい。ちょっと最後押され返されたけど、多分大丈夫じゃないかな。
うん、オッケーオッケーオッケー。やっぱ白インク映えるね。相手のインクが今までも青だったし、今回ピンクで派手な色だから。ね、映えていい。これはマップで見たとき綺麗なんだよね。あー、塗ってないな。しかも着地も一回死にすぎだ。まあ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 、キャリされていきましょう。はい。永遠のハローキティボーイでございますね。よし、それではもう一戦やっていきましょう。ほい、続ける。さあ、やっていきましょう。2試合目。夜のアジフライスタジアム。やったことあるっけ、動画で。うわ、すごい。肌が真っ黒だから。白がすごい。そして、ね、やばくない？え？相手射程長すぎでしょ。射程長いのしかいないやん。マジか。ちょっと若葉、ローラー、カーロデコって、すごいな。なかなかきついぞ、これ。頑張れるかな。バレると、いや、全部きついわ。何がきつい、何がきついって言おうと思ったけど、全部きつい。これ抜かれとるさあ、アーマー張ったけど、この間になんか動けないかな。動けないんだよ。いや、やめた方がいいな。ほっ！よし！オッケー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 。ああやらないとチャイやれないんじゃない？ここ。さあ、そしたらば。おお、バカバカバカ。気に入ったんじゃないの？ほい。よし。これはさ、もうちょっと前出るしかないよ。ふっ！ふっ！よし！いいね！やばい！あぶね！ナイス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 。これはね、この状況を作り出すしかない。射程が本当に終わってるから、ここ射程長いの強いからな。これ以上前に出させない気持ちで。そこ当たってない、やべ。さあ、きついぞ、いよいよきついぞ。外してる。オッケー。ふっ。誰か。あと1分これキープするってのちょっとなかなか集中力いるぞ。ちょっとね、おしゃべりがあまりできない。さあ、下許してしまったが、この手前まで来てくれればな、やりやすいんだけど。あ、でも1人落ちてる。これさ、ごめん、判断ミスった。この間に行けたわ。そしてナイス。よいしょ。バレるくせ。上がってこい。抜けてはない、抜けてはない。お、逆に言うとね、塗りもきついからね。実水、あ、待って、これやばいな、見られてる。煽ってるわけではないんだ、ごめんな。そんなことね、行ったのこっちじゃなかったんで。うー、下がりたかったのに。やばい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 。下がりたかったんだけど間違えて前行っちゃった。ジジ塗りはまあまあまあって感じ。塗れるところ、あそこってさ、塗れるんだっけ。濡れるとこ塗っとかないとね。前はまあまあ微妙な感じだな。そうしたらば、足場作ってあげて、バブラーやばい。バレる？うん、やれてない。うっ、あー、相打ちなの？違う、チャードラこれ抜いたの。うん、待って、待って、勝ちたい、勝ちたい、勝ちたいよー。勝ったよね。自陣塗りがちょっと甘いんだよな。ういー。いや、アジフライはほんと超射程強いからさ、この編成、いや、よくみんな頑張ったね、あそこ。抑え込んだよ、よく。うん。いや、よかった、よかった。よし、ということでね、まあ、永遠からスタートだったわけですが、今回もね、永遠いけてよかったです。それでは、結果見ていきましょう。はい、それではね、結果が出たようなので見ていきましょう。フェスの結果が出ました。得票率ね、これはチラッと試合中にも言ったんですけど、もう明らかにキティが勝ってます。うん、本当にもう全然マッチングしないし、あのマッチングの待機時間もすごい長いんですよね、キティ。逆にメロディー、前メロディーに入れたフレンドさんはもう本当秒でマッチング決まってたらしいです。
もうこれはもう雲泥の差ですね。ただこうなると得票率低い方が勝ちやすい傾向があるんだけど、最終結果というわけで、今回のフェスを制したチームはダン、マイメロディーでございます。マジかよーと、まあこうなっちゃうよね。もうシステム上仕方ないのかね。内戦は本当に影響しないからね、キティ同士で戦っても。マイメロ派の皆さんやりました、キティ派も頑張ったよーと。しかし可愛いフェス最高だったな。そうですね、勝敗はつきましたけど、みんなの可愛さに包まれて幸せでした。可愛いってのは同じなんだけど、それぞれに違った可愛さがあるんだよな。先輩それ分かります。しかも私が見つけた可愛いって思ってるポイントと、先輩が見つけてる可愛いポイントがまた違うんですよね。可愛いっつうのはさ、そこにあるものじゃなくて私たちが見つけ出すものなのかもな。哲学っぽくなってきてるお姫先輩の言葉深いです。ですよね、うんうん、そうなんですよね。じゃあ今回の人をまとめるなら、可愛いってほんと可愛い、名言だなこれは割と名言だなまずはボイスをパワーアップさせるか負けず嫌いなんですから。めっちゃ叫んでるやん、反復横跳び。はい、ということでございました。ということで、永遠のハローキティボーイ、スーパーサザン21個もらいましたと。ということでね、3回にわたるサンリオコラボ可愛いキャラ決定戦フェス。結果から言うと、まあ、マイメロが優勝だったわけなんですけど、得票率、可愛さとして得票率の低いものが勝ち上がってるっていう状況なんですよね1回戦もキティの方が得票率低かったけど勝つ。2回戦もマイメラの方が得票率低かったけど勝つ。で、決勝戦もマイメラの方が得票率が低かったけど勝つっていう。まあ、なかなか不思議なことになりましたね。うん。可愛さ決定戦、かっこハテナだもんな、これはもう。うん。でもまあね、フェスがこんだけ、なんか、早いスパンで来てくれるのはね、結構楽しめたんで、まあ、リグマとはその間できなくなっちゃうんですけどね。で、まあ僕はフェス結構好きなんで楽しませてもらいました。またね、次回のフェス、システムがまあ戻るのか、またこういう感じになるのか分かんないですけど、また楽しみがね、増えた感じになるので、次回もね、期待して待とうと思います。それでは今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。次回以降のフェスもね、楽しみに待とうと思います。それでは、長きにわたるフェス、皆さんもお疲れ様でした。